私にとって映像とは、普段深く意識しないで生活している中で自分が本当に見たいものを、まあ、教えてくれるもの。通常の生活の中での時間の感覚とは違った気づきなどが、あるいは、感情というものが、オーディエンスに、の心に、響くようなものが作りたいなっていうふうに思っています。起こった偶然性をいかにこう瞬間的に取り入れていくか、100以上のものができた瞬間がすごく嬉しいですね。それがたとえドキュメンタリーじゃなくてもリアリティというものが伝わる演出があっても、そのいかにリアルな本質に迫れるかっていうところが重要かなというふうに考えています。マイクロフォーサーズのシステムでさらに進化してくれるっていうのはずっと待ち望んでいたことですね。 GH6 はすごく楽しみに期待しています。